さん、こんにちは。チキンチャンネルの藤田です。今日はね、庭でまったりしてるんですけれども今日は鶏のね、声にね、焦点を当ててみたいと思います。普段ね、鳥たちが何を言ってるのかね、まあね、そんないろんな言葉を発するわけじゃないと思うんですけれども、これはどういう声なのかね、ちょっとね、いろいろ聞いてみたいと思います。ふーちゃん、ふーちゃん食べてんの？あ、ごめんごめんごめん、何すんねんっていう声かな。触らないでよって。これはね、おねだりの声ですね。さっきからずっと僕の後ろをね、まとわりついて、おやつくれおやつくれって言ってます。ふーちゃんとはるちゃんはね、おとなしく配合飼料を食べてるんですけど、だいちゃんはね、おねだりばっかりです。はるちゃん、はるちゃん、うん、食べてんの？何の声かな、何すんのよって声かな。お、ライちゃんおとなしくなったやん。さっきまでずっとクク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 言ってたのに。よし、ちょっと引いてみようかな。はい、このね、キャンテンはよくわからないんですけど、人間の言うね、チック症のような感じがしますよね。はるちゃんは来た時からね、キャンって声が よく出るんですけど、他のね、鳥では聞いたことないんでね、くしゃみではないんですよね。まあ、あんまりね、あの、問題なさそうなんで気にしてないんですけど、よく言ってます。どうしたの？今のはね、おやつちょうだいの声やね。もう食べたん？配合飼料もっと食べよ。はるちゃんもつだりとおねだり来たん？うん、まだ読んでないのにな。なんかもらえる気配があんのかな。あれ、ふーちゃんまで来たん、さりげなく。はい、出ましたね。はいはい、顔見せて。なんか言ってよ、なんか言ってよ。うん、何の声かな、それは。うん、降りたらケチやなって。お父さん全然見るわもくれへんやと。小松菜はいっぱい食べたもんな。な、今日はじらすよ。じらすよ、ライちゃん。もう一回降りよ、降りて、ライちゃん降りて、降りて。よし、さあな、じゃあおやつしようかな。よし、じゃあみんなおいで。はいはい、おいで、並んで並んで。ふーちゃんここまでおいで、前までおいで。はい、3列、あ、これが邪魔やな。はい、履き物が邪魔。はい、ふーちゃん前までおいで。ふーちゃんずうずうしい順に1番、2番、3番な。はい、おやつが欲しかったな。はい、君らの欲しかったおやつはこれかな。はるちゃんの反応、これちゃうな。いっぱい食べたもんな、さっき。これでやろう。ふーちゃんがもし、このもんさっき食べたわって。ふーちゃん、いつもやったらすっごいバクバク食うんですけどね、思ってたもんと違うもんが出てきたみたいで、仕方なく食べてます。それはね、小松菜です。はいはい、ごめんごめん、違うかったな。これか、白菜か。あ、小松菜よりかこっちの方が美味しいんかな。はるちゃんテンション低くない？お、すごい食べるな。で、あんまね、食べ過ぎたらね、ちょっと
うんちが柔らかくなってね、お尻が汚れるんですよね。今日結構食べてるよね。もう庭のね、高麗芝がね、食べ尽くされてね、もうまあそろそろね、もう伸びなくなって枯れる時期なんですけど、もう拉致になっちゃってね、またなんか種を植えなあかんなと思ってるんですけど。これでいいかな、今日のやつね、葉っぱねこれじゃないの、これじゃない、何待ってねんな、よし、はいはいはい、入らない、はい、あげるからはいはい、これ生きたやつもあるけど、さっきこれしようか。ちなみに袋をね、こうやって続くのはライちゃんだけ。そしてね、かなちゃんもやってました。もうかなちゃんとね、ライちゃんがもう仕草がすごい似ててね、おかしいです今食べたっけかな、あげるから行くよ、ほいほい、無言で食べてるよ、今のはもっと食べるぞ、うまいうまいの声かな あんた私の取ったやろって言った今ほら、あるちゃん、あるちゃん怒らない、私の取ったやろ、あんた邪魔って怒ってんねんな、あるちゃん、何分かってんの、大きいミルワーム今ね、こっそり出してきてバケツに入れてるんですけど、分かってるんか分かってんねんな、よし、じゃあ食べよっか、ちょっと待って待って待って、ちょっと開けるから、そこにはない、そこにはない、はい、おいでおいで、ふーちゃんとはるちゃん全然喋れへん、あ、喋った喋った、ちょうだいちょうだいの声やな、はい、どうぞ、ライちゃん、ここ、ライちゃん、ここ、ライちゃんどうやって2匹出したの、どうされた、ふーちゃん。どうされたな、ふーちゃん食べ。ライちゃん、ライちゃん、そこの食べられへんって。ライちゃん、これを狙ってもらった。食べられへんって、それ。はい、おいでおいで。はい、ふーちゃんがな、はい、どうぞ、ふーちゃん食べ、ふーちゃん焦げた、大丈夫、ほんとね、サンは声が違って面白いですよね、クククククッと、ふーふーふーと、グググッとじゃあ次最後な、ほーら、何やってんの、はい、これ最後な、ふーちゃんこれ最後、はい、ふーちゃんだけど、うん、ふーちゃんが最後食べ、はい、はい、おしまいです、おしまいです、あんた賢いな、タオルで隠してるけどバレてるな、はいはいはい、もうおしまいな、はい、もうミルワームもおしまいやからね、あとはね、葉っぱ食べましょうね。
こちらも葉っぱいいんか。よし、じゃあちょっと刻んどくよ。そのまま食べる？あ、この方がかじる音が聞こえて面白いかな。ちょっと持っとこう。はい、白菜もどうぞ。そうそう、ライちゃんがね、昨日久しぶりに卵を産みました。3週間ぶりぐらいかな、だいぶ空いてたんですけどね、久しぶりに卵を産みました。大丈夫、ふーちゃん大丈夫？あ、びっくりした、喉疲れたんかと思った。よし、じゃああと刻んどくよな。ライちゃん、美味しかった？ライちゃん、なんでそこって。ライちゃん、泳いで泳いで、うん、いっぱい食べたな、野菜も。もうこのね、口を拭く光景も飽きたかもしれませんが、必ずね、乗ってきたら口を拭きます。ライちゃん、うん、うん、なんかいっぱいな。降りんの？降りんの？こんな感じでね、今日は家でゆっくりして、僕も今日は、まあ、早朝はね、釣りに行って、で散髪に行って、でね、水槽の水を変えて、今はね、ウナギはいなくて、ウナギはね、元の川に逃がしてね、錦鯉の、ね、子供、赤ちゃんを飼ってるんですけど、その水槽の水を変えたり、のんびりしてましたね。明日はちょっとお出かけしようね、朝からな。昨日卵産んだけど、今日産んでへんねんな。姉ちゃん、食べたら眠くなってきたな。カラスや。乾燥してるといい匂いするな。いい匂い。いい匂いする。うるさいばやけやな。何？喋って。そうか、降りるんか。はい、ということで今日はね、庭からまったりした時間をお届けしました。キャンあのね、ブラマの庭も落ち着いてます。ではまた皆さん、次の動画でお会いしましょう。じゃん。